皆様こんにちは。クルーズコーディネーターの北川龍です。今回はパックツアー受難時代の今だからこそお知らせしたい無料の寄港地散策サービス付き日本人スタッフ乗船航路の3つのメリットということでお送りしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いお願いいたします。まずはじめにクルーズパックツアー受難時代って一体どういうことなのかと思われている方、またはすでに体験されている方いらっしゃると思うんですけれども、こういうことなんですね。これまで皆様が気軽に参加されていたクルーズのツアーですね、これが現状では企画をしない旅行会社さんが増えたり、または企画がされていてもとても高額になっているということがあります。ではなぜそんな状況になってしまったのかということなんですが、いくつか理由がありますけれども、まず航空運賃がとても高額になってしまったということ。通常エコノミークラスで日本からヨーロッパというと、だいたい10万円程度で行けていました。これまではですね。まあコロナ禍前の話ですけどね。それが今、安いところでも倍ぐらい、最低でも倍ぐらいするようになってしまいましたね。ビジネスクラスもそれに準じてやっぱり上がってます。そして、取り消しのルール。これは船会社がツアーを企画する旅行会社に対して提示しているルールなんですけども、これがとても厳しくなりました。これまで旅行会社は、売りたい部屋の数を申請して10部屋とか15部屋とかそれを仕入れたところから販売を始めるんですけども、そのルールが厳しくなりましてね、一度仕入れた部屋をキャンセルすると取り消し料がかかってしまうとか、売れなかった部屋の返却のタイミングが今までよりも早くなってしまったりとか、かなり売る側にとってはリスクとなる、ルールが課せられるようになりました。二つ目の理由はパックツアーにつきものの最小最高人員、これがとても厳しくなったということ、これが旅費に影響を与えてますということなんですけども、私もオーシャニアクルーズを使ったツアーを、実際に調べてみまして、こんなことが分かりました。これまでクルーズツアーというと、だいたい10名様、15名様、20名様ぐらい集まれば出発できますよということで定めていたんですけども、ネットでちょっと調べて驚いたんですけど、まあ、ある大手の企画、オーシャニアクルーズを使った15日間のツアー、これはビジネスクラスを使ったツアーではあるんですけども、このツアーの値段は安いところで290万円です。これお一人様ですよ。ですからお二人で580万円。これが一番安い設定の、ツアーですね。まあビジネスクラスを使っているので、その分かなり料金的に高くなってはいるんですけど、これまではこの内容でこれだけ高いツアーっていうのは見たことがなかったです。で、よく見てみますと、4名から出発になってるんですね。ということは、今まで10名様で頭割りをしていた添乗員の費用、これをたった4人で割ってるので、その分が全部旅費にかぶさってきてるということがすぐわかるんですけど、逆にそうしませんと出発を約束できないと、旅行会社にとっても致し返しというところがあるんだと思うんですね。あまり大勢にして出ないよりは少なくして出発させたい。ですが、頭割りの費用が一人一人に余分に乗っかってくるという、まあ、ジレンマがあると思います。そしてこれは旅行全体に言えることなんですが、円安の影響というのもありまして、乗船の前後に泊まるホテル、そこへの移動費、港からホテル、ホテルから、空港などのね、移動費、これも全部高いレート、ユーロにしてもドルにしても高いですから、これで換算してますので、またこのレートが旅費に反映してくるというところがあります。こんな裏事情を背景としまして、今まで気軽に行けてた船旅、これに行きたくても行けないという方が増えています。そこで、今回はそんな方々に向けまして、無料の寄港地散策サービスのついた日本人スタッフ乗船航路、こちらの3つのメリットにつきましてご案内を差し上げたいと思います。まず1つ目のメリットですけれども、旅行代金の総額がパックツアーに比べて格段に安いというメリットがあります。こちらにざっくりとではありますけど、パックツアーの料金の内訳を書いてみましたけれども、まずクルーズ代金、それから航空運賃ですね。そして乗船前後の現地の宿泊費、それに伴う移動費、それから添乗員さんの経費、そして販促費。これは例えばパンフレットを作ったりとかね、店舗に送付したり、DM を送ったりというその費用ですね。それからトータルの費用に対しましての利益。これらを合算したものがパックツアーの代金として皆さんに提示されているわけですね。では弊社の企画ですとどのようになるかと申しますと、クルーズ代金は一緒ですね。航空運賃も一緒。
まあ、ただこれはですね、皆様がお好きな船、航空会社を選んでいただいて、例えば乗船の前に1泊2泊するとかね、降りてから1泊2泊するとか、そのような日程の調整も全く自由にすることができます。そして現地の宿泊、非同費、まあ、こちらも全行泊などされる場合にはですね、到着が夜遅いので港の近くにホテルを取ろうかとか、どこどこ広場の近くが楽しそうだとかね、いうことで、皆さん自身が決めることができます。まあ、時間も短いので別に三つ星クラスでもいいかなだとね、そんな調整も自由にできます。そして、添乗員経費、反則費、利益については全くここには入ってないんですね。そこで添乗員さんの役割を代行いたしますのがこちらのサービスになります。それに加えまして、日本からの往復の飛行機、これもですね、日本人スタッフと同じフライトに合わせていただくということが条件になりますけれども、現地との往復、これの同行も無料で可能となります。またこの航空機の手配もお受けすることができます。つまり個人旅行の費用でパックツアーと個人旅行のいいとこ取りができるということになります。当サービスのメリットの2つ目ですけれども、ここではっきりと申し上げておりますように、寄港地散策サービスは参加費が無料となります。いくつか基本的なルールをご案内いたしますと、ご参加は全くの任意です。強制ではありません。もちろんですね。そして出発時間はゆっくりと設定をしています。この目安としましては、例えば、皆さんがゆっくり朝食をとっていただいて、ふと時計を見ると集合時間まで、まあ、出発時間まであと30分あるとかね、1時間あるとか、そのようなタイミングですね。これはなぜかと言いますと、通常船の入港時間というのは、まあ、8時、8時半、9時、このあたりがとても多いんですけど、船会社のツアーに申し込んでしまいますと、だいたいその時間が集合時間になります。そうしますと、それから遡って、皆様の準備の時間がどん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 こう早くなってしまうんですね。で、船旅におきまして、一番私が皆さんにゆっくりと過ごしていただきたい時間が1日に2回あります。それは朝日が出る時間、それから夕日が沈む時間、だいたいそれぞれ2、3時間ずつあるんですけどね。この時間を私は勝手にゴールデンタイム、船旅のゴールデンタイムと呼んでるんですけど、ここは船内のお好きな場所でゆっくり過ごしていただきたいという思いがあります。この時間をしっかり取るか取らないかで、その船旅全体の質が大きく変わってくると思います。そして散策ツアーの途中離檀、あるいは途中合流なども全くのご自由です。散策中に必要な移動費、それから入場料、入館料などがかかる場合は、こちらは別途実費をお願いしております。ごくまれにタクシーなどを使うこともありますけれども、その場合は皆さんの頭割りでお願いしております。基本的に散策コースの内容なんですけれども、その町の観光地を巡るというよりもですね、その町に暮らす方々が訪れる市場であったり、町の中心の広場であったりね、よりローカルな雰囲気に触れていただくということを重要視して決定しています。3つ目のメリットになりますが、乗船までの諸手続きをサポートいたします。実はコロナ禍明け以降、外国客船におきましてはとても大きな変化がありました。今までは船会社とお客様の間には旅行会社が入りましてやり取りをしてました。例えばパスポート情報の入力ですとかね、生年月日、住所などの入力、これらはすべて旅行会社にお任せでしたよね。これが昨年からガラッと変わりまして、皆さん自身が船会社のシステムの中にマイページというものを作って、皆さん自身でそれらのデータを入力していただくように変更されてしまったんですね。皆様がマイページ上で申告しなくてはいけない情報、どんなものが具体的にあるかと申しますと、まずはアカウント、個人のページ、これを開設するところから始まるんですが、個人情報の入力に加えまして、特別レストランの予約ですとか、寄港地ツアー、エクスカーションの事前の予約、お支払いもこの段階で、個人的に済ませるようになります。そして最後にはオンラインチェックイン。皆さんの顔写真を入れたりね、しなければいけないんですけど、このような一連の手続きが旅行会社から、皆様自身にこう移ってしまったんですね。まあ、1回2回ね、体験されれば、それほど難しいものではないんですけれども、どうしても億劫な方、あまりね、そのインターネットですとか、スマートフォンの使い方に慣れていない方にとりましては、かなり大変なことになると思います。この部分のサポートをですね、わかりやすい動画にて皆様にご案内をさせていただきます。
まさに私は今この動画を作っているところなんですけども、後ほどこの一部を一般公開いたしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。まとめますと、旅行代金の総額が安い、散策ツアーの参加費は無料、乗船までの諸手続きをサポートということになります。では、打足ながらプライスレスなその他のサービス、これについても触れておきたいと思いますけれども、日々の船内新聞の和訳、こちらも行いまして、皆様に前夜にお届けいたします。レストランの日本語メニューもご用意いたします。オーシャニアクルーズの一番の売りは、質の高い料理なんですよ。ところが、レストランには日本語メニューの準備はありません。これにつきましてはですね、日替わりメニュー、もう何十種類もある日替わりメニューにつきましても、すべて日本語メニューを用意いたします。英語が苦手な方でも指差し注文ができるようになっておりますので、質の高い料理を思う存分お楽しみいただけることと思います。そして乗船初日の名物になっております船内ツアーですけれども、これはただ単にこちらがレストランです、こちらがサウナですとね、いうそういう一般的な通り一遍のものではなくてですね、このレストランでは実はこんなメニューがありますよとか、このサウナの使い方、こうするとこんなことまでできますよですとかね、私は人生の1年をこの船で過ごしておりますので、隅から隅まで知り尽くしております。その情報を皆様には初日にお伝えいたしますので、クルーズライフもまた一段と高いものになるのではないかなと思います。こちらは先ほども申しましたけどね、日本から乗船地、例えばアテネ、ローマ、バルセロナなど、こちらの空路の移動もですね、フライトさえ合わせていただければ日本人スタッフと同行することができます。こちらも費用は一切いただきません。最後になりますが、なぜこのようなサービスが生まれたのかというそのきっかけにつきまして、ぜひ皆様にお話をさせていただきたいと思います。話は2008年に遡りますけれども、オーシャニアクルーズができて間もない頃ですね、日本の総代理店を探して、たまたまその話が私のところに縁あって参りました。私はその話を受けまして、早速旅行会社さんにセールスに行ったんですね。ぜひ御社のツアーにオーシャニアクルーズのツアーも入れてくださいよということでね、セールスに行ったんですけども、企画の方たちから言われたのが、なんだかいい船だっていうのは聞いてるけど知名度が低いからなっていうことなんですよ。まあできて間もない会社なので知名度低いのは当たり前なんですけど、まあそこで私は、親しいお客様にですね、こんな船、今度私、日本でセールすることになったんですけど、乗ってくれませんかと申しましたところ、自分たちではちょっと無理かな、とね、そんなような返事が返ってきまして、そこで私は考えまして、早速その翌年になりますが、まず1回目の日本人スタッフ乗船航路というものを設定しました。そして旅行会社さんになり、親しい、お客様になりにご提案したんですね。その結果、二十数名の方にご予約をいただきまして、現地へ参りました。地中海へ参りました。まだその時点では、3万トンクラスが3隻しかなかったんですね。インシグニア、レガッタ、ノーティカという。で、1本目のこのツアーは、インシグニアという船で行ったんですけども、実際にその船に乗りました。その時にですね、一部のお客様からこんなこと言われたんですね。船内はあなたがいるからいいけれど、寄港地を自分たちで歩くのはちょっと難しいんだけど、とね。言われまして、そこでまた私は考えまして、早速その翌日、分かりましたということで、港を出発しまして、その近辺の、歩いていける範囲で、市場ですとかね、広場、あとにぎやかなエリアに皆さんお連れしたんですね。20名様のうちの 7,8 名の方だったんですけど、お連れいたしました。そしてお腹が空いたので、途中の適当なレストランを見つけて、ランチを取りました。その時に、そのメンバーの方からですね、実はこんな旅行がしたかったんですよって言われたんですね。その時私はそうだったのかと気がつきまして、それ以降どうしたら寄港地をもっと楽しんでいただけるかということに私は意識を向けるようになりました。年間の日本人スタッフ乗船航路の数もですね、4本、5本、6本とどんどん増やしてまいりまして、毎回お客様と寄港地の穴場探しが始まりました。今までに1200名様以上のお客様に、この無料の寄港地散策サービスというものをご体験いただいておりますが、皆様からのご意見を伺いながら、まだ内容は進化を続けています。そんな皆様とさまよい歩いた13年間の結晶がこちらのガイドブックです。地中海クルーズ完全ガイドという本で、大和渓谷社から出ているものなんですが、ちょっとこちらを紹介させてください。
31号の地中海で人気の港、こちらの自由散策マップになってまして、港発着でだいたい2時間から長くても4、5時間のウォーキングツアー、こちらを地図とともに掲載しています。あとはおすすめのお店、レストランなども掲載しています。ぜひ個人で地中海に行かれる方はですね、お役立ていただければと思います。またこの度新しいオーシャニアクルーズのサイトがほぼ完成いたしまして、まだ出来たてほやほやというところなんですけども、こちらで今プレゼント企画というものを実施しておりますので、この画面の下に、URL を貼り付けておきますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。コンテンツにつきましてはこれからどんどん増やしてまいりますので、ご期待ください。それではこれから来年2024年の日本人スタッフ乗船6航路、各航路につきまして、詳しいそれぞれの寄港地でどんなことをするかというスケジュールについて解説をさせていただきたいと思います。この画面の下の説明欄にですね、各航路の頭出し URL を添えておきますので、例えば8月25日から見たいという方はいきなりそこに飛ぶことができますので、ぜひそちらをご参照ください。動画解説に入ります前に、一つだけ重要なことをお話しさせてください。私は時々航路の中で、この港は何もないところですって、ついつい言ってしまっているところがあるんですね。で、その時に皆さんに、なんだ、何もないところなのかと思っていただきたくないということなんですけども、当然航路には見どころがあるところ、それからそうでもないところあります。で、大切なのはですね、このバランスなんですよ。毎日見どころを続き出すとね、皆さん多分疲れてしまうと思うんですね。ですので、ところどころにこう休息をするための港が入ってます。で、私はその全体のバランスがとても大事だといつも思ってます。航路の中に起承転結のストーリーがあるかどうか。ということで、皆さんにはですね、そのことも乗船中にはお話しします。明日はちょっと皆さん一休みしましょうか。というようなね、ことで皆さんの体調管理も含めて、お世話をさせていただきたいと思っておりますので、動画の中で何もないところという表現が出た時には、あ、ここは休憩するところなんだなというふうにご理解いただければ幸いです。それではお待たせいたしました、各航路の寄港地での過ごし方についてご案内させていただきます。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆様と船内にてお会いできますことを楽しみにしております。では1コース目ですけれども、2024年6月12日、ビスタのエーゲ海周遊7アーク航路ですね。こちらの航路に従ってご説明していきますね。まずアテネを出港しまして、最初がサントリーニ8時到着の10時、夜の10時まで、かなり遅いですね。こちらではですね、皆様を、フィラとイア、この2つの見どころのポイント、に現地の交通手段を利用してご案内をする予定でおります。これにつきましてはね、今年撮りました最新のその全ての流れがわかる動画をこの上に貼り付けておきますので、大体こんな感じなのかというのをね、見ておいていただけると嬉しいです。そして次がロードス島ですね。8時の6時、でここにはですね、この枠がついているもの、赤枠と青枠がありますけれども、赤枠につきましては、日本人スタッフ同行という意味でございます。そして青枠が2つありますけど、こちらは私がお勧めする、このコースでもし、ドルをね、特典としてのドルを使うんでしたら、このあたりのこんなコースがいいのではないでしょうかというご提案になります。ロードス島、どこに行くかと申しますと、ここにツアーの情報ね、全部書いておきましたけど、ロードス島は RHO の002番というコース、4.5時間、4時間半のコースですね。タイトルがね、エンシェントリンドス、まあ、古代のリンドスという意味ですけど、でこのツアーは世界遺産のリンドス遺跡に参ります。ここは片道4、50分かかるんですよ。それから遺跡がね、とても素晴らしい丘の上に真っ白な、町に囲まれた丘の上にあるんですけど、とても保存状態もいい、遺跡。ただですね、これ、見客度3と書いてありますので、ちょっと、きついです。なので、歩くのがね、あまり得意じゃないという方には、あまりお勧めはできないんですけれども、ロードス島へ行ったら、リンドスだろうということで、こちらを選びました。時間帯は、これ、8時の入港ですので、まあ、集合時間も8時から8時半ぐらいになるのではないかなと思っております。そして次のトルコのアンタルヤ8時から6時ですね。だいたいこれ基本的な時間帯なんですよね。
こちらはですね、これもあのやはり、日本人スタッフ同行ということにしておりますけれども、アンタルヤの、あの港がちょっと町から離れているものですから、でこのペルゲとアスペンドスという遺跡は町に近いんですけどもね、その2つの遺跡を見る4時間のツアー AYT の002番、これが179ドルです。見客度2ということでね、あの3でもね、これ実際3もあるかなって思うのもあれば、これは確かに3だなっていうのもありますので、この、あのロードスはね、確かに3ですね。でこちらも同じく遺跡なんですけども、まあこちらほどではないと思います。179ドルですね。あ、ちょっと申し遅れましたけど、このツアー7泊ですので、シンプリマ特典のエクスカーションに使えるドルはお一人様300ドルあります。ですから例えばね、この2つを足せばもう300ドル超えてしまいますので、そのはみ出た分だけ、お支払いいただければこの2つは予約できるということになります。続きましてボドルム9時の7時、こちらはですね、まあ普通のこう賑やかなリゾート地なんですよね。ビーチリゾートなんですよ。ですから、まあ、ビーチリゾートの街をこうそぞろ歩きをするような、そんな感じかなと思っております。続きましてトルコのクシャダスという港ですね。時間が7時の5時、ここでのおすすめのツアーはアンティークエフェソス。こちらもやはり立派な世界遺産ですね。割と最近あの認定されたんですけどね、ここが片道30分ほどです。ただね、この港はあのもうすでにここに行かれたことがある方が少なくないと思いますので、こちらに関しては同行せずに、行かれたい方のみ、行ってくださいという形にしております。こちらはね、見客度3ですけれども、主に下り坂なので登ったり降りたりがほとんどないです。あの最後まで下り坂ですので、そんなにきつくはないと思います。そしてちなみにここには料理というね印がついておりますけども、先ほど申しましたね、まあ、300ドル一発で使えますよと、299ドル、どんなツアーかと言いますと、田舎町でトルコ料理の研修をする、そして魚市場見学をして伝統的なトルコの料理を、ランチに食べていただくというような内容になっておりますのでね、まあ、これもうすでに一度エフェソスに行かれた方、またはね、あのエフェソスに行かれてなくてもこちらのツアーが面白そうだなと思った方はね、申し込みになってください。これちょっと時間書いてないですけどね、だいたい6時間ぐらいになると思います。続きまして最終寄港地、イスタンブールで一泊停泊ということになりますが、実際皆様が下船できるのは1時半ぐらいからかなと思いますが、ここもですね、あのもうすでに何度も来てるよという方もいらっしゃれば、初めての方もいらっしゃると思いますので、ここも分けまして、こんなツアーをもし初めてでしたらね、イスタンブールの、まあ、ランドマーク巡りということで、ブルーモスク、アヤソフィア、グランバザールなどね、有名なイスタンブールのポイントを回ってくれる5時間のツアー、これがありますので、こちらをお勧めしておきます。そして下船は、翌日の8時からということになります。以上です。2024年6月19日、ビスタのエーゲ海とアドリア海の10泊航路です。こちらのスケジュールに従いましてご案内を差し上げたいと思いますけれども、ちなみにこのコースはですね、シンプリマトップ10の場合はお一人様400ドルというドルが使えます。まずは乗船日ですけれども、イスタンブール、乗船が1時開始と書いてありますけどね、まあ、実際11時頃からできるのではないかなという気がします。そしてこの先にですね、この青枠と赤枠がありますけども、青枠の方は、日本人スタッフが同行しないコースで、おすすめのコース、こんなところに行かれたらどうでしょうかねということでね、ご提案です。そして赤枠の方は、日本人スタッフ同行を基本としているコースになります。では2日目ですね、イスタンブールですけども、まあ、4時までの時間どのように過ごすかということなんですが、イスタンブールという街はね、とても大きいです。港もすごく大きいです。ですので初めての方と、もうね何度も来てる方ということで、こちらで選んだコースはですね、まだあまりイスタンブールには来たことがないよというね、方向けにブルーモスクですとかアヤソフィア、グランバザールなど、イスタンブールの見どころが詰まったところをこう効率よく回ってくれる5時間のコース、これをお勧めしたいと思います。こちらは日本人スタッフ同行しないコースですね。この赤の方は、同行することを基本としているコースになります。では私はどんなことを考えているかと言いますと、
そうですね、まあ、出発は9時半とかそのぐらいの時間がいいかなと思ってますけども、基本的には徒歩で、港を出まして、ガラタ橋という大きな橋を渡りまして、サバサンドなんかがね、食べるサバのサンドイッチ、これ売ってるようなところですね。それから怪しげな、トルコの小町の中に入っていこうかなということで、特にそのブルーモスク、アヤソフィアというね、そういう、まあ、知名度の高いところに行くということはないかもしれませんということだけ申し上げておきます。次の日ですね、こちらは赤枠なので、同行コースですね、トルコのイズミール10時から7時こちらからはですね、ちょっと距離はあるんですけども、エフェソス、これは世界遺産に指定された、実際クシャラスという港が近いんですけどね、ここに行くコースをお勧めしたいと思います。もし行かれたことがない方はですね、で、私も同行予定でおります。まあ、見客度3とありますけどね、実際坂道の上から下に下るので、まあ、見客度2ぐらいでいいんじゃないかなと思いますが、保存状態のいい、遺跡ですね。そして次の日がサントリーニですね。8時から5時。ここではですね、9時半からまあ10時ぐらいの出発で、イアとフィラというね、2つのポイント、サントリー島の2大ポイント。こちらの両方をですね、地元の交通手段を利用しまして、船とバスというね、セットになったパッケージがあるんですけど、これを利用しまして2つの町を訪問したいと思っております。次がアルゴストリ、ヘファロニア島という島の、アルゴストリという町ですけども、11時から8時、入港時間若干遅いですね。で、ここも赤枠にしておりますけどもね、同行コースにしておりますけど、ここはですね、あんまり見どころがないって言わないんですよね。そんな中ですね、メリッサーニ湖、ちょっと湖って字入れ忘れてますけどね、メリッサーニレイクというところのですね、洞窟があるんですよ。で、洞窟の名前がこのドロガラティっていう名前なんですけど、これがギリシャ版の青の洞窟ですので、まあ、ここちょっと車でやっぱり1時間ぐらいあるんですけどね、このツアーにぜひご案内したいなと思っております。このね、赤枠だからといって、強制参加ではありませんのでね、もしよろしければいかがですかという程度にご理解ください。続きましてギリシャのコルフ島になりますね。8時から6時という一般的な時間ですが、ここも一応青枠をつけておりますので、おすすめのコースはこちらです。アヒリオン宮殿とペラマ、コルフ旧市街ということで、このね、アヒリオン宮殿というのはですね、コルフの町からそうですね、20分ほどで行けるエリザベート王女の、夏の離宮ということで、とても綺麗な見晴らしのいいね、宮殿があるんです。そこに行くツアーですね。そしてまた町に戻ってきて旧市街も案内してくれるということで、まあ、ゴルフ初めての方でしたら、まあ、この辺りはいいのかなと思います。そして私が考えておりますのは、港からシャトルバスで、ゴルフの、まあ、旧市街近くまで参りまして、その旧市街の通りをちょっと一緒にこう歩きながら、最後にはですね、パリ風の街並みがあるところでのコーヒータイムなどをね、考えております。まあ、規模的にもちょうどいい街なのでね、自由にいろんなところをこうぐるぐる歩いたりするのも楽しいかなと思います。革製品のお店がね、多いですね、ゴルフは。次がクロアチアのドボロブニクですね。9時から9時まで。ここは特に何のマークもありませんけれども、9時ですので、そうですね、10時半頃の出発がいいかなと思いますけれども、もう街全体が世界遺産というね、その旧市街の散策と、その城壁に、まあ、登る方は一緒にぐるっと一周しましょうということで考えております。次がモンテネグロのコトル、この航路の多分ハイライトになるんじゃないかと思いますけど、7時から6時、朝7時到着ということは、ちょっと皆さんこの日はね、早起きした方がいいですね。6時前ぐらいにできれば起きてデッキに上がって、フィヨルドの中をこう通行する、これ果たしてどこなのっていうね、不思議な景観に出会えますので、ぜひ早起きしてください。ここではですね、もう旧市街と港がですね、もう本当にもう急いだら1分ぐらいの距離なんですよ。ですので、この旧市街の散策を考えています。それから元気な方はですね、ハイキングで、モンテネグロ。モンテネグロって黒い山っていうね、スペイン語です。黒い山って意味ですけど、その黒い山に向かってずっとこう、ハイキングルートがあるので、途中まで行って見下ろすもよし、頂上まで行くもよしと。いうところで、
最終的には一つの場所を決めといて、そこでみんなで美味しい地ビールを飲みましょうと、そんな感じのことを考えています。次がクロアチアのフバル。ここはですね、7時5時、まあ朝早いですけど、ここもですね、やっぱり10時頃でいいのかなと思いますが、特に何もないです、この町は。ね、まあ最後、あと2日というところで、ここまでのクルーズ、どんなクルーズだったかなとこう振り返るような、そんな気分に浸れる町だと思いますけども、特にここでもおすすめのツアー、大体ね、設定のツアーはほとんどないんですよ、ここは。本当に皆さん、こう、ちょっと疲れを癒すようなね、そんな気候地だと思います。とても素敵なところですよ。ここはですね、特に私がやることってあんまりないような気もするんですけれども、旧市街エリアをちょっと歩いたら、丘の上までずっとね、こう登れるので、そこからの景色がとてもいいのでね、そこまで行って、まあ、あとは皆さんお好きなところに行ってくださいというような感じになるかなと思います。次がスロベニアのコーペル、最後の気候地ですね。10時、11時、若干これは遅めでありますけれども、ここではですね、まあ、青枠がついておりますので、先にそれをご紹介しますと、ポストイナ洞窟というね、トロッコに乗ってこう移動するんですけどもね、そのトロッコに行けるかどうかちょっと私まだ確認してないですけど、ポストイナ洞窟とプレジャマ城というね、両方、これも郊外なので、まあ、6時間かかりますけどね、まあ、コーペルから行ける多少距離があるエクスカーションということで、こちら、もうね、コーペル何度か来たという方は、この辺りが面白いかなと思います。見客度3ですのでね、ちょっとこれは洞窟の中、鍾乳洞の中、歩きますので、多少足に自信がある方にお勧めいたします。そしてこのコーペルで私が考えておりますのが、コーペルというのは港があるところなんですけども、そこからそうですね、30分ほど離れたところに、ピランという町があるんですね。リトルベニスと呼ばれております。ここまで、まあ、何らかの手段で移動しまして、そのピランの町の散策を考えております。ここもとても素敵な町です。ちなみにこのコースですとね、お一人様400ドル分までありますので、まあ、2つぐらいうまく組み合わせますと、あ、足りないですね。まあ、フルに使おうと思ったら3つぐらい必要になるかなと思います。で、私これいろいろある中の一つをたまたま抽出しているだけですので、他のコースでね、もっと金額が張るものもあるので、もう1回で使い切ったりっていうね、まあ、1回2回で使い切るということもできています。で、ね、このコースにはですね、料理ツアーがないんですよ、残念ながら。なのでそれは入れられなかったんですけどもね、まあ、うまく使っていただければと思います。では以上となります。では3番目のコースですけども、2024年8月25日リビエラの西地中海周遊10泊航路ですね。こちらのスケジュールに従いまして、おすすめのエクスカーション並びに、散策の予定などをね、お話ししてまいりたいと思います。この航路の中に青枠と赤枠で表示しておりますけども、これはこの航路でしたらここでこんなツアーにお使いになるのがいいんじゃないですかねという私からの提案なんですけど、青枠の方は皆さん自身で、4人スタッフの同行なしに、行っていただくコース、そして赤枠の方は、私が同行いたしますという航路との違いがこの色で表しています。こちらも赤枠に、赤で塗ってあるのが同行するコースとなっています。では最初から参りますが、8月25日ローマチビタベッキア港から乗船ですね。1時と書いてありますが、まあ、実際11時頃から乗れるんじゃないかなと思います。そして最初の寄港地がソレントですね。ソレントというのは断崖絶壁の上にある町なので、港がですねないんですよ。ですから船は、テンダーボートでの乗り降りになります。8時入港ですので、テンダーボートが着く頃の時間といいますと、やっぱりね、9時半過ぎなんでね、まあ、あまり初日ですからね、ゆっくりのんびりしてから降りたいと思いますが、ソレントの一番賑やかな通り、お店がたくさん締め切っているの通り、それをずっと歩きまして、展望ポイントまで行って、8月でね、やっぱり暑いと思いますので、冷たいものでも見晴らしのいいホテルがあるので、そこのバーで、展望バーですね、ここで、ちょっと喉を潤して、
で、まあ、また町の散策を続けたり、あとね、場合によってはですね、ここからポンペイの遺跡なども気軽に行けますのでね、タクシーをチャーターしたりして行くことができます。またはね、初めからツアーがあると思いますので、そのポンペイのツアーにお申し込みになるのもよろしいかなと思います。次がシシリア島のカターニャという町ですね。でここに料理というね、この青字の、アバクのマークがありますけど、おすすめの料理ツアーはここで、このツアーですよということで示しておりますけども、このツアーね、私も参加したことあるんですけど、シシリア島の名物のライスコロッケ、これを試食したり、あの大きな魚市場があるんですよ、そこを歩いたり、それから映画のゴッドファーザーにもね、よく出てくるこのカンノーリというね、あの八つ足をこう筒状にして中にクリームチーズを入れたようなやつなんですけど、こんなものを食べたりということで、もちろんあの一緒に作ったりもすると思うんですね。そんなツアーがありますと。でそれが349ドルなんですけども、この航路ですと、シンプリモア特典でお申し込みの場合は1人様400ドルありますので、まあ、これに申し込んでしまうと、もうほとんどかなりいい線まで使い果たせるかなということもありまして、このコースをご紹介しました。次はマルタのバレッタですね。7時から4時までということで、これ青枠がついてますので、おすすめのエクスカーションがこちらです。 VLT の2番。この料金がまだね、発表されてなかったので、ちょっと今こう記載できてないんですけども、見客動画に4時間のツアーです。まあ、このツアーに参加されなくても、メディーナにつきましては、往復のチャータータクシーということでね、時間決めておくとまた迎えに来てくるというやり方で行くこともできます。このマルタで私が考えておりますのが、港からは徒歩で旧市街まで行きます。まあ、15分ぐらいの距離なんですけどね。まあ、旧市街の散策がメインになりますけれども、その町の中心に内部に金箔がびっちりと貼られた、もう金ピカの教会があるんですね。これをメインとしまして、その周囲を散策したいと思っております。次がチュニジアのラグーレットという町ですけども、8時から6時、ここは赤枠ですね。どこに行くかと申しますと、シディブサイドという青と白の、町並みなんですけどね、そことカルタゴ遺跡が組み合わせになったツアー、こちらが見客度2。まあそうですね、その大したことはないと思いますね。129ドルというものがあります。これは、このツアーを使っての寄港地散策としたいと思っております。次がまたシシリア島に戻りまして、パレルモというところですけれども、8時4時、ここまた青枠ですけれども、おすすめのツアーとしましては、郊外のドライブと旧市街の見どころを巡るツアー。ちょっとね、ツアーのタイトル書き忘れちゃってますけど、 PMO005 4時間というね、ツアーですね。ここね、街がとても大きいんですね。で今のところはですね、まあ、まだちょっと絞り切っておりませんけども、その街の見どころを徒歩で全部回ろうじゃないかと。よくね、ナポリでもそれやるんですけど、かなりあの歩く、まあ、それこそ見客度3ぐらいのあの散策になってしまうかもしれませんけど、それを考えております。そして途中ではですね、あのシシリアらしいお店を見つけて、まあ、冷えた白ワインなどで皆さんと一杯というようなことを考えております。次がイタリアのサルディーニャ島、ね、このツアー島が多いんですよね、のオリビアというところですね。でここは今何も印をつけておりませんが、そしておすすめのツアーも書いておりませんが、あまり何もないところです。なので、ちょっと皆さんもね、息抜き、休憩、船の中で主にあの過ごしていただくというような時間でよろしいんじゃないかなと思っております。牡蠣のね、養殖、ムール貝だったかな、あの貝の養殖をやってるので、最後、港に入るときに細いところを通るんですけど、いっぱい左右にその養殖をしている場所が見えることができます。次が、ごちゃごちゃ書いてありますけどね、リボルノ、港はリボルノですね。そこからフィレンツェやピッサにも行けますよ、トスカーナ地方ですよということが書いてありますね。7時から6時という時間、ちょっと早いですね、到着が。ここでもおすすめのツアーが一つありまして、リボルノが初めてという方、この辺りに行きたいかなということで選んだのが、フィレンツェとピサ、両方とも回るツアーです。9.5 時間、長いですからね。降りてすぐから、もう 出発、出港間際までかかるツアーですけども、こんなツアーがあります。まあ、フィレンツェで自由時間が4時間、ピサで30分。ちょっと30分は短いような気もしますが、まあ、両方行ける欲張りなツアーですね。189ドルということで。まあ、400ドルありますのでね、うまくこの辺のバランスをとって、
使い切ってもいいですし、使い残しても、結構です。で、私の方は何をね、ご提案するかと言いますと、このトスカーナというね、州にある港ですので、そこから一番近いピサ、だいたい30分で行けます。で、朝のうち行きますと、だいたい予約がなくても塔の上まで上がれるんですよね。で、そこで1時間ほど、時間を取りまして、その後またそこから40分ほど離れたところのルッカというね、とても歩くには規模のちょうどいい町があるんですけど、城壁に囲まれた町があるんですけど、このルッカでの散策、これをそうですね、1時間半ぐらい時間を取りまして、その後、トスカーナの山あいにあります、ワイナリー、このワイナリーの中にある、レストランがあるんですけどね、ここで のワイン飲み放題、食事もたっぷり出てくるんですけどね、トスカーナ州の神髄に触れていただくような、一日をご提案したいと思っております。ここはですね、タクシーを、まあ、必要に応じてその分乗して、何台かで行くようになると思います。それでそのタクシー代を皆さんに頭割りをしていただくというような感じですね。続きまして、お国が変わりまして、フランスのコルシカ島のアジャクシオです。8時から6時まで、ここも特にね、何も書いていないんですけども、港のすぐ目の前がアジャクシオの町です。これね、ナポレオンが生まれたところなので、ナポレオンの家とか、もうナポレオン関連のものばかりの町なんですけどね、まあ、市場があったりしてとても面白いので、特に細かい予定を決めずになんとなく町を歩くというような感じで過ごそうかなと思っております。で、ちょっと裏道に入りますと、樽をテーブルにした店がずらーっと並んでるところがあるんですよ。まあ、そんなところでまたちょっと軽くつまみながら一杯なんてね、いう過ごし方がいいんじゃないかなと思います。海辺にもレストランがいくつかあったりしてね、とても雰囲気のいいところです。最後の寄港地になりますが、フランスのサントロペというところですね。避寒地として有名なところで、女優さんのブリジット・バルドーが住んでいる家がこの近くにあるということですね。もうかなりのお年になってるではないかと、ね、思いますけれども、ブリジット・バルドーの家を見ようというね、ボートツアーなんかがあったりします。7時から7時ですね。ここも下船はテンダーボートですので、あまり焦らずに、まあ、10時頃の下船でいいかなと思っております。ここではとてもおしゃれな雰囲気のサントロペの街をご案内したいと思いますが、おそらくね、皆さんあっち行きたいこっち行きたいということで、もうご自身でね、あちらこちら行かれると思いますよ。この街ではですね、ぜひムール貝のワイン蒸し、これをつまみに一杯やっていただきたいと思いますね。そして最終下船地がモンテカルロになります。ここはニース空港までだいたい50分ぐらいという距離にあります。解説は以上となります。4つ目の航路になりますが、2024年9月28日、リビエラのエーゲ海とアドリア海周遊10泊航路になります。ではこのスケジュールに従いまして、エクスカーション並びに寄港地散策のスケジュールなどをお伝えしたいと思います。最初にこのスケジュールの青枠と赤枠のご説明をいたしたいと思いますけども、青枠の方はですね、この航路の中だったらこの街でこのコースに行くのがいいんではないかなという私からの推薦おすすめ航路になりますね。そしてこれは日本人スタッフが同行はいたしません。そして赤枠の方はですね、同行するおすすめ航路ということになりまして、この場合は1コースだけになっております。それでは参りましょう。ギリシャのアテネ、ピレウス港という港からですね、乗船1時とありますが、実際には11時頃から乗れるはずではないかと思います。いきなりサントリーニが来ましたね。サントリーニ。サントリーニはですね、イアとフィラ、この2つの見どころを、現地の交通手段を使って、皆さんをご案内したいと思っております。8時入港ですけれども、まあ出発は、下船はテンダーボートですのでね、急ぐ必要はありませんので、まあ、9時半ぐらいの下船を予定しております。そして次の日がいきなり手術航海ということで、のんびりできますね。これいいですね。手術航海がね、この頃2つ入ってるんですよね。こちらとこちらと、ということで船内はそこでのんびり過ごしていただけると思います。そしてコトル、モンテネグロのコトルで、ここはですね、港と旧市街がとても近くて、
船から見下ろすと、下を見るともうそこが旧市街というような位置関係なんですけども、この旧市街の散策、そして、モンテネグロってスペイン語でね、黒い山という意味なんですけども、すぐ街の背後にあります山をハイキングできるようになってますので、入場料が多少かかるんですけどね、まあ5ユーロとかそのぐらいだと思いますけど、その中に入りまして、頂上まで行く方は約1時間、途中の境界までです約30分ということで、そこから見下ろすコトルの旧市街と、それからずっと続きますフィヨルドですね、この景観をぜひ眺めていただきたいと思いますが、ちょっと時間が逆になりましたけどね、8時に入港ということは、皆さんは7時前からぜひオープンデッキに上がって、フィヨルド の切り立ったところを、すごく細いところ入りますからね、その風景をぜひご覧になってください。これ多分ね、このコースの皆さんの記憶に残るベスト3の中の一つに必ず入ると思います。それが、コトルの入港ですね。続きまして、クロアチアのドブロブニク、これ旧市街自体がですね、全部世界遺産になっているというところなんですが、港がちょっと離れてまして、シャトルバスが出ます。そのシャトルバスを利用して、旧市街に行きまして、まず最初に旧市街をぐーっと囲む城壁があるんですよね。それを一番楽な方法で、上から下に降りてくるというね、方法で一周、できればしたいなと思ってます。まあ、半周で降りるというね、手もありますので、最後まで行かなくても、ハーフコースもありますのでね。規模がね、それほど大きくないので、もう皆さんどこへ行っても迷うこともないですし、その通りによって全然表情が変わるので、もう面白くてしょうがないんですよ。もうあちらこちら、もう勝手に見て回ると。いうようなことで、とても楽しい時間を過ごしていただけると思いますよ。そしてツアーの中盤ですね、ギリシャのコルフ島になりますが、ここには青枠がついてまして、こちらです、おすすめは、コルフの CFU の8番というね、 3.5 時間のコースですけど、アヒリオン宮殿とペラマコルフ旧市街ということでね、大体このコルフに行きますとね、アヒリオン宮殿、こちらはオーストリアの、エリザベート王女の夏の離宮ということで、とても見晴らしのね、いいところにある、おしゃれな宮殿なんですけどね。車で30分かからないところにありますので、このあたり、ちょっと気分転換に行かれてはどうかなと思います。こちら、見学度3とありますけれども、そんなきつくないと思いますよ。2でいいんじゃないかなと思いますね。で、金額実は分かってなかったんですけど、他の航路で、このツアーが135ドルでしたので、カッコ付きで、このような表示をしておきました。そして私がご案内するコースとしましては、シャトルバスで港から旧市街の入り口まで来まして、旧市街をぐるぐる入りましてね、一番賑やかなところをこう回って、途中こう試食したり試飲したりしながら、回りまして、ギリシャ風のコーヒータイムをパリ風の街並みのあるところで、楽しみたいなと思っております。コルフ島はですね、毛皮屋さんがなぜかと言いますか、毛皮職人ってね、世界中ほとんどギリシャ人だってのご存知でしたか？手先が器用で、ちょっとこう歪んだ毛皮でも、それをこううまく修復して、真四角にしてしまうというね、そういう技術に長けてるので、その職人さんたちがこう作ったやつを売っているお店が、コルフにはたくさんありますね。そしてまた、手術公開を挟みまして、次がミコノス、ギリシャのエーゲ海に戻ってきますね。ミコノスとはですね、おそらく港の接岸、最近港がいくつかできましたのでね、そこから徒歩で行くことになるんじゃないかなと思いますけど、もしかしたらテンダーボートかもしれませんね。8時から6時というね、ゆったりした時間ですので、ここもですね、まあ9時半ぐらいの出発で早くとも、いいんじゃないかなと思います。まあ10時ぐらいでもいいかなと思いますね。ここではひたすら街の散策なんですけれども、いくつかその中でも見どころがありますので、そちらを最初にご案内します。ベネチアンポートですとかね、風車小屋がこう5つぐらい並んでるとこですとかね、あります。で、あとはね、もう地図なんか見る必要全くないですよ。もうわかりませんから、もう5番の目じゃないんですよ。もうぐにゃ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 なってるんでね、もう行きたいところ、こっち行ってみたり、あっち行ってみたりというね、その散策がとても楽しいと思います。物価はちょっと高めですね、ミコノスと今。次がトルコのクシャダスですね。ここは赤枠になってまして、どこをご案内したいかと申しますと、エフェソスの遺跡ですね。とても立派な世界遺産の遺跡がありますので、これは皆さんいかがかなということでご提案させていただきます。
健脚度3とありますけどね、上から下にこう坂道を下る感じで回りますので、実際は2にしてもいいんじゃないかなという感じのところですね。これ2時間半では多分終わんないですね。多分3時間ぐらいになると思いますけど、まあコンパクトなツアーですので、その後今度はクシャダスの町の散策、これがまた楽しいです。エフェソス遺跡と町の散策で、多分このクシャダスはね、もう皆さん大満足されるんじゃないかなと思います。あとね、ここではもうクシャダス何回も来たという方もいらっしゃると思うので、料理ツアーも選んでおきました。ここの料理ツアーはですね、4時間半のツアーで、このクシャダス近郊の田舎の町でトルコ料理の研修をした後、魚市場を見たり、伝統的なトルコの料理、コース料理を楽しむというような内容で、299ドル。ちなみにこのコースはね、1人400ドルのシンプリモアというね、特典で申し込みの方は400ドル分ありますので、例えばこのコースで使ってみるとかね、あとはもうこの辺2つ3つ組み合わせてみるとか、ということで、お使いいただければ結構ですし、無理に全部使わなくてもね、まあ無駄にはなってしまいますけど、使わなくても、特に行きたいものがなければね、あえて申し込まない方がいいですよ。こんなこと言うとなんですけど、エクスカーションって、日本人向けにできてませんので、そのリズムがですね、どうしても、欧米人向けなんですよね。どこが違うかと言いますと、説明が長いんですよ。結構ね、細かく説明。で、皆さんね、メモ取ったりしてるんですよ。まあ、日本人でもね、もちろんメモをする方いらっしゃいますけど、メモしたりしてね、熱心に聞くんですよね。その長さが、普通の日本人の海外の観光での説明の長さの倍ぐらいありますから。だから、私はね、なるべく説明系を選ばないんですよ。それが、理由でね、この料理のツアーなんかも、これいろんなものをあっちこっちでつまんで食べたりできるのでね、見てればわかると。ツアーとしては長いですけどね、他の説明系のツアーに比べたらはるかに楽しいのでね、これを選んでるんですね。では最終寄港地のイスタンブールになりますが、11時の入港で、この日の午後、おすすめのツアーということでこれを入れておきました。何かと申しますと、イスタンブールが初めての方向けの、ドライブツアーですね。で、もちろん何か所もおりますよ。ランドマーク巡り、ブルーモスクやアヤソフィア、グランバザールというね、イスタンブールといったらこの風景、この景色というところを回ってくれる5時間のツアー、これをお勧めしたいと思います。では私は何をご提案するかと申しますと、11時からですから、まあね、午後いっぱいしかないんですけども、港からですね、歩いてガラタ橋という橋、大きな橋、この橋もね、いろいろ面白いものがあるんですよ。この橋を渡りまして、渡ったところに船でもって、サバのサンドイッチを売ってるね、いわゆるサバサンドっていうのを売ってる屋台があるんですけどね、その辺をくぐりまして、エジプシャンバザールという香辛料とかね、本当にカラフルなものを売ってるバザールなどを抜けまして、怪しげなところをこうぐにゃぐにゃ歩きまして、まあなんとなくそのローカルな、イスタンブールの感じを皆さんに味わっていただこうかななんて思っております。そして最終日が朝8時に下船となります。解説は以上となります。5つ目のコースですけど、2024年10月8日出港リビエラ、エーゲ海周遊7泊航路になりますけれども、こちらのスケジュールに従いまして、エクスカーション並びに、寄港地散策の、ね、コース、これにつきましてご案内差し上げたいと思います。では早速参りますけども、最初にこの赤枠と青枠があるのでこの説明をいたしますけれども、赤枠、これはですね、この航路の中でいくつかおすすめのエクスカーションがありますが、日本人スタッフが同行しますよというコースがこの赤枠です。こちらも赤枠で示してますね。そして青枠の方はですね、もしこの航路でお使いになるんでしたら、この港でこの航路が、このコースがいいんじゃないですかという私からのおすすめツアーになります。そして料理とありますのはね、前半で申しましたシェフが案内する料理ツアーのおすすめをここに添えておきました。では初日から参りますが、イスタンブールの港からの乗船が1時とありますけどもね、実際は11時過ぎから乗船できると思います。これ便宜上ね、1時と書いていますけどね。そしていきなり赤枠のカバラ、ギリシャのカバラ、10時から7時ということでね、これはとてもマイナーな寄港地ですよね。あんまり入ることないんですけれども、私は嫌いな街ではないです。ちょっと怪しい感じがしてね、面白い街、港の周りもレストランの中いっぱいあって、
ても楽しいところですけど、ここではですね、カバラの2番というね、ヒストリッククサンチというね、クサンチって変な音ですけど、これはですね、カバラの近郊のちょっと田舎っぽい町なんですけども、写真を見ましたところとてもね、いい雰囲気だったので行ってみてもいいんじゃないかなと。で、まあ、時間たっぷりありますのでね、5時間行って帰ってきて街も歩くことができるという時間帯ですので選んでみました。もちろんご参加は強制ではありませんので、ご自由に過ごしていただいて結構です。正直申しますとね、これ最初の寄港地であるにもかかわらずそれほどインパクトがないんですよね。なのでね、ちょっと景気づけじゃないですけど、これを混ぜてみることで強めのインパクトを皆さんに与えたいなというね、そんな思いがありまして選んでみました。次がクシャダスの港からエフェソスになりますけども、10時から9時。ここにも青枠がありますけど、これはおすすめのツアーということで、アンティークエフェソスというね、世界遺産の遺跡があります。港から30分ほどのところですね。このコースは、まだ行かれたことがない方はおすすめです。見客度3とありますけどね、丘の上から下に向かってずっと下り坂なので、そんなに歩くのはきつくないと思います。見客度2でも、ここはいいんじゃないかなと思いますけどね。こんなコース。まあ、短いツアーですのでね、これ参加してから今度また午後、とても賑やかな草田市の街、僕大好きな街なんですけど、この街の散策。で、私は同行しませんので、皆さんが選んだツアーから帰って来られましたらね、その時間に合わせてまた船に戻ってますので、草田市の街、また第2部ということでご案内できればと思っております。次がギリシャのロードス島ですね。エーゲ海ですね。8時、6時という時間ですけども、ここではですね、今度おすすめが、リンドスという遺跡、エンシェントリンドスというツアーを選んでますけども、ロードス島に、まあ、初めて行かれた方はですね、大体ここに行かれると思うんですけど、真っ白な家並みに囲まれた丘の上にある、割と保存状態のいい、見晴らしのいい遺跡ですので、ここはただね、見客度3、というか、ね、4とか5にしてもいいぐらいのところなので、足にちょっとあまり自信がない方にはお勧めしづらいんですけども、とてもの景色がいいところですので、ロードス島へ来たらここと、まだ行かれたことがない方は行っていただきたいなと思います。ツアーでなくてもね、タクシーでも行きと帰りと時間を決めて来てくれるっていうね、やり方がありますので、料金的にはね、多分これよりも安いんじゃないかと思いますのでね。そんなことでも結構です。興味のある方は、タクシーで往復することもできます。で、ちなみにこのコース7泊ですから、お一人様300ドルのシンプリモアトップ10でお申し込みの場合には、ドルがありますので、これをもう一発で使っちゃおうという方におすすめなのがこれですね。3つの村を訪問した後にギリシャの伝統的な料理を作ったり、パンを試食したり、ランチをバーベキューじゃないですね。ということで、オーシャニアならではのツアー、シェフが案内をするツアーということでおすすめで、書いておきました。続きまして、トルコのアランヤ、というところ。でね、このアランヤもボドルムもそうなんですけども、トルコのビーチリゾートということで、選択肢がほとんど、エクスカーションないんですよ。なのでね、まあ、ビーチでのんびりという感じの過ごし方、まあ、あまりね、日本人はそういう過ごし方はしませんけども、ここではちょっとこう気を抜いて、で前半の疲れをちょっと癒すような感じでのんびり過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ10月、今年もね、私10月にまさにこのエリア行きましたけども、気温としてはね、ちょうど良かったですね。30度、もちろん切ってますけど、25度前後ぐらいで、ちょうどいい気候でした。今年の場合ですよ。まあ来年どうなるかわかんないですけど。ですからね、そのいい気候のトルコのビーチリゾートを楽しむというような意識で、街の散策をされるのがいいんじゃないかなと思います。もちろんね、ご案内いたしますけれども、それほどこう、皆さんにお見せするものはないような気がします。それがこのアランヤとボドルム、両方ともですね。そして最後にサントリーニ島に行きますけれども、ここではですね、8時に、入港しますので、これテンダーボートでおりますのでね、実際には9時半過ぎぐらいにテンダーボートで上陸しまして、見どころ2つ、イアとフィラ、この両方を現地の交通手段を利用しまして船とバスで行って帰ってくるというものを利用したいと思っております。もちろんね、何度も来られている方はもうイアはいいよとかね、フィラはもういいよと
いうような方いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方はですね、また個別にこんなふうな動きがしたいんだけど、どうするのが一番いいでしょうかというようなことがあればお知らせしたいと思いますね。そして最後、アテネピレウス港で8時の下船となります。解説は以上となります。6つ目の航路ですけども、2024年10月15日リビエラ、エーゲ海とアドリア海周遊10泊航路になりますけれども、こちらのスケジュールに従いまして、おすすめのエクスカーション並びに飛行地散策の内容につきましてご案内差し上げたいと思います。まず乗船地がギリシャのアテネピレウス港ですね。こちらで1時、乗船開始、そして9時の出港とありますけれども、実際は11時ぐらいから乗船できるはずなんですね。まあ多分その辺はこうあえて書いてないんだと思うんですけどね。それで最初の寄港地がミコノス島になります。7時から3時。こちらはですね、もうミコノス島のメロナの町の散策、これに尽きるんですね。最近港がいくつかこうできましたので、接岸気仙になるんじゃないかと思いますけども、そこから町へ入り、ミクロスタウンという、ね、町へ入りまして、いくつか見どころのポイントがありますね。そちらにご案内をして、まあ、あとはね、もう皆さんお好きなところへどうぞという感じになってしまうと思います。出港が3時とね、ちょっと早めなので、下船も多少早めにしましょうか。でも7時ですからね、8時半、まあ、9時頃の下船で6時間というような感じでしょうかね。もう地図を見ながら歩くようなところじゃないです。もう興味があるところをどんどんこう好き勝手に歩いていくと、行ってもそれほど迷子になることはないという、そういう街ですね。とても楽しい街ですね。物価がちょっと最近高めになってます。そして次、この青枠と赤枠がありますけどね、最初の青枠、これどういうことかと申しますと、この航路の中でもしエクスカーションに参加するとしたら、この街のこのコースがお手頃ではないでしょうかね、というようなおすすめになってます。そして日本人スタッフの同行はいたしませんという航路ですね。で、逆にこの赤枠の方は同行いたしますという航路ツアーになってます。イスタンブールでは何がおすすめかと言いますと、これね、2日ありますので、2日とも同じツアーあると思うんですけどね、まだイスタンブールに来られたことがないという方向けのコースですね。ブルーモスクとかアヤソフィア、グランバザールなどなどですね、イスタンブールの景色といったらこれというようなランドマークを回る5時間のツアーになります。イスタンブールが初めてという方はこんなツアーもありますということで、ご紹介しますね。で、私はこの日どんな予定かと申しますと、11時に入港ですので、あ、これ入港風景ぜひね楽しんでくださいね。10時ぐらいからもう両側にモスク、大きなモスクいっぱい出てきます。そして下船してそうですね、まあ12時ぐらいのお昼もありますからね、1時ぐらいの出発になるかもしれませんけれど、歩いて港からガラタ橋という橋を渡ります。この橋の上と下がね、結構面白いんですよね。ただの橋じゃないんですよ、いろんなものに出会える橋です。この橋を渡りますと、有名な船が3隻、サバサンドの船ですね、それがありまして、その辺を抜けますとエジプシャンバザールという、まあ、大きなバザール、香辛料とか木の実とかね、売ってるところですね。その辺の怪しいところを抜けまして、あとは本当にローカルな景色をですね、こう眺めながら、特に目的地も決めずに歩いて行って、素敵な店があったら、そこで一杯何かつまんだり飲んだりというような、そんなプランでおります。2日あるので、それを2回やるようですかね。まあ、場合によってはね、その皆さんの参加具合によりますけど、2日目は新市街の方に行ってみるとかね、その順番逆にするかもしれませんね。新市街先とかね、ちょっとその辺は現場で、考えたいと思います。新市街はね、すぐ船の目の前なんですよ、港の目の前なんで、坂がぐわーっと上がってきますと、もうすぐ新市街、全然違いますよ、表情が、新市街と旧市街なのでね、その両方ですね、と思ってます。で、ちなみにここに料理とありますので、でこの10泊航路ではですね、お一人様シンプリモア特典付きのコースでお申し込みになった方は400ドルのエクスカーションにのみ使えるドルがありますので、これをお使いになるので一発で使い切っちゃおうという方にはこれがおすすめですね。シェフが案内する料理ツアーですね。15世紀の厨房見学、マーケット散策、ランチはトルコ料理のコース料理、お菓子のね、バクラバっていうのはシロップ漬けのお菓子ですね、あれの主食ですとかが入って349ドルというコース、まあ、お二人で約700ドルですからね、まあ、あと100ドル残りますとい
ということになります。無理にね、使い切る必要もないのかなと私は思ってます。全く使わないのはそれはそれでもったいないですけどね。これを何としても元を取ろうとか、使い切ってやろうっていうふうになりますとね、なぜこんなことを言うかと言いますと、やっぱりエクスカーションっていうのは日本人向けにできてませんので、解説が長いんですよね。どこが違うか、解説が長いところが一番違うんですけど、ちょっとね、その間が結構日本人は疲れてしまうんじゃないかなと。ただ、この料理のツアーっていうのは、もう見て、食べて、一緒に作ったりっていうね、ことなので楽しいんですよ。なので、わかんないことをずっと聞くという時間があまりないツアーなので、このツアーをお勧めしています。はい。では次ですね。トルコのイズミール、10時から7時まで。これはね、同行はいたしませんけれども、イズミールの街を歩いても結構ですし、エフェソスという遺跡があるんですけどね。よくクシャダシという町から行く遺跡なんですけども、イズミールから行くこともできます。ですので、この遺跡を見たいというか、とても立派な世界遺産の遺跡です。これに参加されるということね。でも結構かと思います。私はね、イズミールの町自体はそれほどまだ詳しくないので、見どころを探して、ウォーキングツアーなどを、作りたいと思っております。次の日は終日公開日ですね。ちょうどこの日程の半分のところですので、ちょっと小休止、船の雰囲気を味わっていただくという時間にしたいと思いますね。そして次が赤枠。私が同行するコースですけれども、イタリアのバーリ、10時から8時。こちらではね、もちろんアルベルベッロですよね。トゥルリというね、名前の、石の家がたくさんあるところ。ここまで港から30分ほどなんですけどね。これにはツアーに参加して行ってみたいなと思っております。そして後半に差し掛かってまいりましたけども、モンテネグロのコトル来ましたね。この航路で皆さんがおそらく一番印象に残るところ。たくさんありますね、この航路の場合はですね。コトルは8時に行こうですからね、ここはまず7時よりも前に起きて、約1時間、フィヨルドの通行が楽しめますのでね、景色すごく細いところにこう入りますから、それを見ていただくべく早起きしてくださいね、この日だけは。でここはですね、旧市街という港がとても近いです。もう船を降りたら5分後には旧市街の中にいるという、そんな距離感なんですけど、まず旧市街をご案内しまして、その後ろにあります山、モンテネグロってね、国名はこれスペイン語で黒い山って意味ですけど、やっぱり黒い山があるんですよ、旧市街のすぐ後ろに。その、山にハイキングで上がることができますので、途中まで教会があるところまでしたら約30分、頂上まで行きますと約1時間になりますけども、上から見下ろすコトルの旧市街とその先に見えるフィヨルドの入り江の、景色ですね、これをぜひ眺めていただきたいなと思います。そして次がクロアチアのドボドブニクですね。これも旧市街全体が世界遺産という、豪華な街なんですけども、ここはですね、港から町までが大した距離じゃないんですけども、歩くとちょっと遠い、車で20分ぐらいのところ、結構ぐるっと回っていきますんで。ですので、バスに乗りまして、7時の入港ですけど、9時半とかぐらいの出発でいいんじゃないかなと思いますね。基本的には旧市街のご案内なんですが、その旧市街の周りをぐるっと城壁が囲んでますので、その城壁を一周できればしたいなと。でね、もしお疲れでしたら、半周のところで降りることもできます。ハーフコース、フルコースね、両方ありますので、でもその下が旧市街で上から見るとね、大体こう規模がわかります。で、通りによりましてかなり表情が違うので、いろんな通りをね、もう自由に歩いてください。レストランもたくさんありますのでね、もう楽しい街だと思います。そして帰りはまたシャトルバスで帰ってくることもできますし、混んでいれば、タクシーで帰ってくることもできますし、歩いて帰ることも直線距離だと、そうですね、25分ぐらいかなっていう気がします。道は簡単、一本道ですね。で最後の寄港地ですけれども、クロアチアのプーラ、実際港はロビニという、ね、港になりますけれども、これはですね、オーシャニアクルーズ最初の寄港になると思います。今まで聞いたことない地名ですね。ということで私もここは行ったことがありません。ただ、写真で見る限り、すごく綺麗な魅力的な、ちょっとベニスをコンパクトにしたような感じ。その街がプーラというところなんですけどね。このプーラの散策をさせていただきたいと思います。これね、青枠ついてますけど、間違えてつけちゃいましたので、なしにします。
この航路はですね、もうすでに行かれたことがあるところもあるという方がいらっしゃるかもしれませんけど、そうじゃないところも結構入っているはずなんですよ。かなりこれをバラエティに富んだいい航路だと思いますよ。最後ベニスのはずが、今回はトリエステとなりまして、下船が8時からとなります。解説は以上です。